よろしく。危ない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 。ナイスナイス。添い遂げる。オッケー。よしよし。まあこの距離なら。バイバーイ。おお、捕まえた。2-1 ファイヤー。ゴー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 。よし。ますんで、はいはいはい、よしナイス、オッケー。よしよしよし、おら。はい、どうも皆さんこんにちは。ということで本日もガンダムバトルオペレーション2実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回紹介する機体はウェポンラック EG8 ウェポンラック装備でございます。はい、 EG8 ウェポンラック、いいところ、射撃力がかなり高い、悪いところはかなり遅いってところですね。はい、ということで、こういうね動画をどんどん上げていきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ってことで本題の方に行きましょうか。まずは性能見ていきましょう。こちらでございます。はい、ということでガンダム EG8 ウェポンラックレベル1、コスト350、地上しか行けない支援機でございます。ということで、まあさっきも言った通り、ちょっとざっくりですが説明していきたいと思います。はい、まあこの子の悪いところをまず説明するんですが、スピードの遅さ95で、まあ、高速移動125ってことで、まあちょっとあるんですけど、それから旋回今プラス15してますがかなり低いです。はい、スラスターも45と、まあ足回りがもう死んでますね。うん、ランドセルを外せってなるんですが、まあランドセル外したら射撃力が落ちるんでしょうね。はい、まあ、ということで、それがこの子の悪いところです。うん、でいいところは何かって言ったら射撃武器の強さですね。うん、まあ、まず 180mm キャノン、まあウェポンラック、陸戦型ガンダムウェポンラックと一緒なんですけど、はい、まあ当てやすいよね。で射程距離も600とかなり長いし、いい武器です。はい、でそれから、ガンダムビームライフル、こちらの方がね、前が何だったかな、収束時間が長かったか、なんやかんや、あ、威力が上がったんだったかな確か。はい、その時はイスゲ持ってなくて、修正された後にガチャで確か当たって手に入れたんですけど、はい、まあ、その頃はちょっと分かんないですが、今のこのビームライフルはサブ武器としてはかなり強いと思います。はい、まあフルチャーでよろけも取れるってことで、まあ実質2種のよろけ持ち機体になりますね。まあ支援機で2つのよろけ持ちはかなり強い部類かなと思われます。はい、それから 100mm マシンガン、威力130の射程距離250ってことなんで、まあ、ちょっと例を言いますと、ギガンのメインの方が、メインでありながら確かレベル4ぐらいで威力が100、まあ、コスト同じぐらい、コスト400とかだったかな、400とか350ぐらいで威力120の確かガトリングになってたかなと思います。はい、それと比べるとかなりいいですよね。うん、だってサブだもんこれ。サブ武器でこの火力ですよ。まあ、かなりこれ強いんですよ。うん、まあ、それから、バルカンもあるんですが、まあショートカットの、イスゲは基本ショートカットしか使わないので、まあまあバルカンは今回使わないですね。それから、下角の方がはい、突撃になってます。はい、普通の EG8 と一緒のやつですね。うん、ロマンはあるんですが、まあ、この機体だとかなり遅いので、歩いて避けられます。はい、気をつけてください。ということで、カスタムパーツこのようになって、スキルドン、コスナルレーダーにコスナルスコープに観測情報連結、対人レーダーに脚部ショックアブソーバーにシールドタックルとなっております。はい、ということで本日はガンダム EG8 ウェポンラックを使って遊んでいきたいと思います。では行きましょう。
はい、今日も来ました、この戦場。ってことで本日は EG8 ウェポンラックの強みを皆様に、見てもらいたいと思います。強みというか、まあ、この子のいいところ、それからあんまり良くないところなどなど、はい、見てってもらえたら嬉しいなと思っております次第でございます。よし、外していく。あれブルーディスティニーだよね、 BD1 だと思われますので、 OK、 来るよ。その前に落とす待って、届いてなくない？この子はね、正直近づくとやられますので気をつけないといけないですね。 OKOKOK、 難しい、旋回が弱すぎて旋回が弱すぎて難しい。頭打たれるんだよね。はい、 OK、 OK、 よし、よー、よろしく危ない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 、ナイスナイス、添い遂げるやっぱ大事だよね、やっぱ大事。そう、下角ロマン、うん、はい、この子の射撃は難しい。おお、難しくて難しくてすごく大変じゃ。さあ、まあこういう時はマシンガンでね、もうバリバリ削っていきましょう。足が遅すぎる機体っていうのはね、あのエイムを合わせるのが非常に難しいんですよね。 OK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 、よいよいよ、フルチャーで頭出してこい。来ない。いや、出してくるね。出してくるよ。はい。ミスター。はい。OK。一旦下がって。あれが BD じゃない。ぬはい。ふぅ。やばい。 OK、 よしよし、まあこの距離ならバイバーイお、捕まえた思ったんと違う、思ったんと違うけど、まあいい。くぅ、この段差を生かされるのは良くない。おら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 、足が速い機体だとね、マシンガンとかってすごい当てやすいんですけど、難しいんですよね。スリーツーワンファイヤー、はい、ゴー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 、よし素晴らしい素晴らしいぞ味方さん。今回はちょっとイスゲのエイムが死んでますが、なんとか味方さんで補正できてますね。なんか上取ったな、落ち着いて、 OK、 落ちた、落ちて左に、あ遅い、来てる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 よ、みんなみんな来てる、危ない危ない人が、オッケーよしよしよし、おら、いやーちょっとそれは頼め頼め頼め、あー死ぬ、ナイス
危ない危ない、危なかった。オッケー。オッケーオッケー、いいよ。足気をつけないとな、もうそろそろ降りる。4番さんが来てますんで、はいはいはい、よしナイス。よし、俺いいカットしたんじゃない今の。うん、いいでしょう。 BD1 で、 BD1 多分さ、いやカットに行く。よし、あれあれ、思ったんと違う。あー、もう一歩もう一歩欲しかった。うーん、やばい、5番さんバックバックバック、ほらほら、はいはい、オッケー、当てていく。エイムが戻ってきた。はい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 、スッ、スリッ、ツー、ワン、ファイヤー。よし、オッケーオッケー、完璧でございます。ちょっと待って、なんかすごいやられてるぞなんかすごい、おらーおら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 はい、まだまだまだ終わらねー。かー、さあ、ということで A から出撃でございますと、さてきさんの BD2 が多分一旦突っ込んでくると思いますんで、どうしようかな、まあ、来るんですよね多分。そこにいるな、カモフ。さあ来るよ来るよ来るよ、 OK、 はい、よし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 、オッケー、ヨーロケチを貯めていく。で、B ライを当てたがっている。頭出す。オッケーオッケー、やれ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 、ドンよしよしよしそこ、あ、くそ、オッケー、お疲れ様です。さあ、ということで本日はウェブイージーエイトウェポンラック装備を使っていきましたが、はい、まあ、今回は味方がすごい良かったね。はい、まあ、最初の椅子毛のエイムがもう全然当たらなかったんで徐々に調整はしていったんですが、はい、まあまあなんとかうまくいったんじゃないでしょうか。はい、イージーエイトはね、本当射撃火力が高いで、350の中ではかなり高い方だと思います。はい、前と比べるとね、修正されてビームライフルが強くなったんで、そこで射撃力がもうグンと上がったんじゃないかなと思います。はい、まあ、ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。